吉田さんあの SNS のフォロワーの数とか影響力によって採用するっていうのはねまあ新しい基準かなと思いますけども時代に合ってるんですけどもまあでも個人に合わないのかなっていうところがありますよねまあそもそも個人でインフルエンサーができていると雇われる必要がないのでどっかで固定給もらうことにあんまり魅力を感じないのとで自分の影響力がそのどっか会社に買い取られて なんかその会社の権利になってしまうことにものすごくねデメリットを感じるようになりますよねでここに一つのまあ、真実が浮かび上がってくるんですけども自力でやっていけない人は会社に入りたがるんですよねで自力でやっていける人は会社に入りたがらないんですよ会社から抜けたがるんですよそうなってる以上フォロワーが多くてその影響力がある人インフルエンサーであることを自分自身に認知してる人っていうのは 会社に入りたかんななないいじゃかなとむしろ自分の影響力がなくなっていく限りを感じてる人ってのはやばい今のうちに誰かに当たるとこっていう風になるのかもしれませんけどね、まあ、どちらにしても影響力を使いたい会社と影響力を自分で使いたいインフルエンサーとなんかその利害が一致するとこっていうのがなかなか見えないような気がするんですよねまあでもなんかローンがねフォロワーの数によって通りやすくなるっていうのを私も体験しましたけどもうん確かに 信用っていうのが学歴とか資格とかじゃなくて影響力とかフォロワーになってきたっていうのは確かにそうかもしれないですね。いってらっしゃい